はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。皆さん、モンスターストライクとのコラボイベントの方はね、いかがでしょうか。まだね、イベントは始まったばかり、来週もね、まるまるあります。ということは、まだね、後半の追加要素たくさんあるかと思います。今日はですね、今回ね、アイテム祭りということで、合成アイテム、そして新アイテムの英雄の書がね、追加できたわけなんですけども、合成はね、合成してね、新しい妖怪を作る、いいでしょう。よくわからないのが、この新しく追加された英雄の書、この使い方、何に使うのがいいのか、そして入手方法はいくつ入手できるんだ、このあたりのね、話をしていきたいなと思います。そうなんです、今回のイベントアイテム祭りということで、いろいろねありますよ。合成アイテムが3つ、そして新しい秘伝書、そしてコインとねあります。英雄の書なんですけども、お知らせにある通り、新限定アイテム英雄の書が登場ということで、これはですね、このイベント限定なんですよ。だから今後も手に入るとかね、そういうことはありません。だから相当レア。英雄の書を使うと、ランク SSS から Z のモンストキャラとオリジナル獣神化妖怪がスキルをもう一つ覚えるよ。だからさ、スキルが2つになるっていうことだよね。強いキャラがさらに強くなること間違いなし、間違いない。英雄の書の入手方法なんですけども、おはじきの勝利報酬やスコアタックの報酬で手に入れよう。入手方法ありますね。スコアタックでのランキング報酬、今やってますよ。イベントミッション達成報酬、おはじき報酬、超モンストコイン。英雄の書は持ち物から使えるよ。ちょっとね、後ほど動画の後半の方で使っていきたいなと思います。現状英雄の書はですね、マックス4個までしかねゲットできません。ちょっとここがさ、っていう気がするよね。対象の妖怪は全部で16体なんで、圧倒的に足りません。おはじきバトルで黄泉に10回勝つと1個もらえます。覇者の塔完全攻略で1つもらえます。スコアタックの上位7500位までに入ると2個、そして2万位までで1個がもらえると。だからマックスで4個しかね手に入りません。おかしいじゃないか。さらにですね、追加で入手する方法があります。超モンストコイン、モンストキャラクターが出るかもしれない特別なコインなんですけども、この中にですね、英雄の書がねアイテムとして入っています。ちょっとね、確率は分かりませんけども、相当レアな確率かなと思います。そしてさらに、まだねちょっとこれは噂なので確定ではありませんが、ガチャに追加で来るんじゃないのか、そんなね恐ろしい情報がね、噂レベルなんですけどもあります。ちょっとこれはね、回しちゃうじゃねえか。そしてさらに、ガチャスタンプカードでも、10連何回かでね、この英雄の書がもらえる、そんな風なねガチャミッションも来るんじゃないか、こんな噂があります。やばいよね、回しちゃうじゃねえか。普段回さないんだけど回しちゃうじゃねえかっていうね、運営もね商売がうまいです。現状ね、英雄の書は4冊しかないんで、これをね16体のどのキャラに使ったらいいのか、ちょっとねこれを考えていきたいなと思います。入手方法増えると言ってもですね、16冊もねゲットすることはおそらく難しいんじゃないかなと思います。ということで、候補としてはね、候補としてはね、ランク Z のねキャラ、こちらに優先的に使うのもありなんじゃないかなと思います。慈しみ妙音女神弁財天、こちらがですね、スキルがね自身の妖怪プニをつなげるとフィーバーゲージがたまりやすい。さらにスキル2を解放するとポカポカの種族効果アップということで、種族効果アップはさあっても困らないよね。っていうかよく使うよね。おはじきでも使うし、強敵相手でも使う。そしてランク Z ということで、弁財天に投入するのもありかなと思います。迷うよね。光をもたらすものルシファー、こちらスキル1が自身の妖怪プニがつながりやすくなる、これ非常に使える。そしてさらにですね、スキル2が HP が0になった時に一度だけ自身の技ゲージが溜まった状態で復活するということで、これはもろにさ強敵相手でさ、普段からね強敵相手で使ってんだけども、これに復活でワンパン追加あるってことは、
ちょっとこれもね入れたいなと思っています。迷うよね、もう全部入れたいじゃねえかっていう。さらにですね、邪悪の極印重心化輪廻スキル1が自身の妖怪プニがつながりやすくなる、スキル2がですね自身の技ゲージが溜まった状態でスタート 75% ということで、これもね入れてもいいんじゃないかなと思います。ただちょっと懸念されるのが、種族が王族なので、王族ってさ結構強敵相手とかで種族縛りで使えないことが多い、そしてスコアタックでも種族制限で使えないことが多いので、ちょっとこれ強いんだけど強くしたところで使う機会があるかっていうとちょっとね微妙です。ランク Z 後期の希望少女パンドラ、この追加されたね新パンドラなんですけども、スキル1がサイズ4以上のデカプニを消すと技ゲージがアップする、やべえ。スキル2がねサイズ4以上のデカプニを消すとそのデカプニが降ってくる、やべえ。これはですね、まあ、もろにスコアタックで使えるねスキルかなと思います。逆に言うとスコアタはまあいいよっていう人にとってはあまり使う機会がないかもしれません。なので、まあ、この2体は微妙だよね。まあ英雄の書がねたくさん入手できれば投入もありかなと思います。まあその他にもですね SSS ランクのキャラたくさんあるわけなんですけども、まあ中でもねこれはいいんじゃないかっていうのは、まあエクスカリバーランク Z あるんだけど、これはちょっと微妙なんだよね。スキル1が自身の妖怪プニがデカプニで降ってくる、スキル2が必殺技を使ったあと技ゲージが少し残るということで、まあ優先順位としてはまあちょっと低めかなっていう気がする。ビナーですね SSS ランク、これはね、まあ、入れてもいいかなっていう気がする。っていうのもまず必殺技がねモンストキャラ唯一のスコアアップ、それだけでもね、まあ、今週来週のねスコアタで使えますよ。そしてスキルがねフィーバーになった時に自身の技ゲージが溜まる、スキル2が自分以外の妖怪プニを出やすくする、このスキル2はね結構ね持っているキャラ少ないので、まあ SSS ランクのポカポカありかなっていう気がします。あともう一体言うならば超覚醒ガブリエル SSS ランク、これもね、まあ、スキル1がね自身の妖怪プニをつなげると普段より大きくなる、スキル2が自身の技ゲージが溜まった状態でスタートで、必殺技がね、まあ、攻撃プラスサボりということで、まあ、溜まった状態でスタートして初っ端サボりがかけれるっていうのは、まあ、いろんなところでね気まぐれゲートだとかね、まあ、イベントで使う機会があるかなっていう気がする。まあ、ただね必殺技効果無効とかね最近のね強敵はそんな感じなんで、まあ、このサボりが使えない時もあるんだけど、まあ、ワンチャン入れてもねいいかなっていう気がします。まあその他のキャラは、まあ、強いよ、強いんだけども、まあ他のキャラでもね代用ができたりするかなっていう気がするんで、まあ英雄の書がね限られているのであれば、まあちょっと様子見かなっていう気がします。さあ皆さんはねこの英雄の書どのキャラに入れますか、これ非常に迷うよね。またねコメント欄で教えてほしいなと思います。それではですね英雄の書使っていきましょうか。スキルが一つ増える、一部のキャラのみ対象ということで、さあどれにしようか迷うよね。手持ちはね2冊しかありません。さあこれにします。弁財天いきます。スキル2が解放できました。さあ早速見ていきましょうか。弁財天ルシファーに対して特攻あり、全消し&3種類の妖怪プニを整理する、結構ね珍しい必殺技だよね。だからいろいろね使えるんだよこれ。グレートまで打てる、強力です。そしてダブルスキル、自身の妖怪プニをつなげるとフィーバーゲージがたまりやすい、ポカポカの種族効果アップということで、まあどちらかというとねポカポカの種族効果アップの方がなんか使う機会が多そうだ。弁財天かわいいしね、これはね一押しです。さあ行きましょうか。強敵ルシファーで星のミッション一度に20分以上つなぐ、こちらやっていきたいなと思います。星集めね結構難しい。さあ使うキャラとしては、まあ、弁財天以外にはねこのマナ、
全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。グレートまで打てます。スキルがねデカプニで降ってくる。そしてクリスタル花咲か G、 これもですねスキルが非常に優秀です。ポカポカの種族効果アップということでポカポカでいきます。そして K コマ、まあ、これ B ランクなんだけどむっちゃ使える。 K ジーロとつなげることができる。 KK ブラザーズ使っていきます。さあこのね KK ブラザーズ違う国同士なんだけどつなげることができるんで、まあ、一度にね20国以上とかね結構無理難題の時には非常にね使えるんですよ。だから B ランクでスキルがあるキャラってね KK ブラザーズぐらいかなっていうね気がします。さあ弁財天貯めながら盤面整えていきます。そしてマナも貯める。そしてちょっとね軽く盤面整えながら一気につなぎましょう。20分にって言ったら結構大変なんだけど、さあこれでサイズ28いったでしょう。さああとはさあ弁財天いくぜ。ポカペカのね種族効果アップ 23% 乗っかってるんで非常に強力です。そしてマナ、さあ行きましたね。さあ何か落としてくれ。落としません。さあこれで星のミッションねクリアです。着々とね星集めやっていきます。今回たくさんあるんで結構大変なんだけど、おっと来たぜ、アーバロンレベル50来ました。さあ行きましょうか。さあ弁財天ゲットしたんで獲得 Y ポイントアップということでパーティーにね弁財天入れてやっていきます。さあホームズね強いんですよ。ミッションが乗って9600、さあ倒しました。結構ね今回弁財天 Y ポイントアップがね結構たくさんあるんで、まあ後半ね Y ポイント稼げるかなという気がする。まあでもガチャで、まあ、取られちゃうんですけども162ポイント。おっとこれは読みすげん、レベル10。ドラえもんのあるあるを早く言いたいよ。あるある言いたい。映画ドラえもんのあるある言いたい。映画ドラえもんの